どうもこんにちは、たまチャンネルです。それでは本日は、フォールアウト76で、より戦闘を楽しくするための、視点に関する情報をお伝えします。結構世のガンシューティングものは、一人称視点 FPS と三人称視点 TPS、どちらか固定であるものが多かったりしますが、フォールアウト76は、一人称と三人称、この切り替えが任意に可能という素晴らしい特徴があります。この仕様はフォールアウト3からついています。で、まあ、切り替え可能ですと、状況に応じて視点を変更することで、より多彩な戦闘や探索が可能になります。まあ、おしゃれができるゲームではね、TPS 視点があるのはとても嬉しいですね。で、ここでこのゲーム、FPS と TPS とで、戦闘面に関して仕様が異なる部分があり、どちらにするかでゲーム性が変わってきます。じゃあ、どちらが良いのかですが、戦闘銃撃戦は基本 TPS 視点にした方が良いです。もう FPS と TPS 視点との決定的な違いに、エイムした時の拡大率があるためです。まず見てみましょう。現在 FOV、FOV、視野設定は最大の120にしています。ここで一人称で銃を構えると、まあ、これくらいの拡大率になります。まあ、ビデオ画面が拡大されますね。次に三人称視点。ここで銃を構えると、こうなります。もう歴然とね、違いますよね。もう一回試しましょうか。一人称視点であの木を狙うと、こんな感じですね。三人称ですと、ここまで拡大します。まあ、よってこの三人称視点の方がね、拡大率が高いため、より敵を狙いやすくなっています。さらに照準と敵の視認性の問題があります。一人称視点の場合、銃をエイムすると照準、クロスヘアが消えてアイアンサイトになります。クロスヘアというのはこの画面中央にあるこの十字マークですね。これを構えるとね、クロスヘア消えますね。まあ、このアイアンサイトは FPS ゲーの伝統で、もう没入感があってね、好きという方も多いと思いますが、まあ、クロスヘアが消えてしまうため、狙いやすいとはね、言い難いですね。で、さらにこのね、画面下、ここが武器で隠れてしまって、敵の姿をね、覆ってしまうんですよね。まあ、これが難点ですね。他にもこういうリフレクサイトのスコープでは、もう画面の奥がね、銃のパーツで覆われてしまいます。まあ、これはこれでいいんだけどね。一方 TPS では、エイムしてもね、ご覧の通り、照準、クロスヘアは表示されたままになります。画面中央のバッテンですね。で、このクロスヘアのまとまり具合は、銃器についているモジュール、あるいはパックカードの設定によって変わってきて、照準が1点、ドットに近ければ近いほど狙いやすくなります。現在の私の設定している構成では、このパイプリボルバー、これはもう完全に中央で1点になりますね。こんな感じで。まあ、これによってヘッドショットもね、お手の物になります。そして何よりも、キャラクターがね、左下に位置しているため、もう狙ってる敵の姿が隠れることはありません。もうボディからね、頭まで、とても狙いやすいですね。で、この画面中央の照準のドットがそんなに狙いやすいのかと思われるかもしれませんが、これはガンシューティングの対戦もので、自分のモニター、ディスプレイの中央に小さな丸い赤いセロハンを貼ることで、格段に敵を狙いやすくなるという、ちょっとずるい方法があって、まあハードウェアチートとも呼ばれてるんですが、まあ、こういう言葉があるくらい敵を倒しやすくなります。対戦系のゲームでスナイパーライフルのね、クイックショットをしてくる人は、まあ、これをやってる可能性が高いですね。で、ディスプレイ自体にドットを表示する機能がついているものがあるくらいです。もうそれくらい画面中央に照準が表示されるというのは強力である、ということがお分かりになるでしょうか。まあ、以上より拡大して一点を狙いやすい TPS 視点が戦闘では格段に有利になります。ちなみにこのミニガンのように武器によってはね、FPS 視点でもクロスヘアは表示されたままのものもあります。次ですが、TPS の方が良いと言いましたが、弱点もあります。それは屋内の狭い場所ですね。TPS 視点では本来は FPS よりも周りがよく見えるというメリットがあるんですが、まあ、結構狭い場所ではカメラがね、壁に阻まれて、で逆に視界がね、悪くなってしまうことがあります。あるいは、照準は敵に合ってるのに、撃つと手前の壁に当たってしまう、なんてことも起きてしまいます。現在この
ドアの向こうのね、敵を狙おうとしてるんですが、こう撃つと、こっち側の壁にね、当たってしまいますね。このようにね。他にはジャンクなど回収したい場合、TPS ですと、そのキャラクターのね、近くのものに判定が合わさってしまって、で、回収が難しい場合があります。なので、こういうね、屋内の狭い場所や、ジャンク回収時は、もう FPS にね、切り替えては良いですね。もう FPS 視点ならば、この照準の位置に、もう絶対にね、弾が飛びますので、壁に当たるなんてことはありませんね。もう下の位置にあるジャンクなどもね、とても回収しやすいですね。で、他にも TPS にはない FPS 視点の良さはないのか、ですが、FPS 視点の場合は、リロードキャンセルダッシュが可能です。まあ、結構このミニガンのように、リロードの長い銃があって、このリロード中に敵に接近された場合、もう FPS 視点ならばこのようにね、ダッシュですぐ逃げられます。フォールアウトの場合は三人称でもね、リロードダッシュキャンセルが可能でしたが、76は現状、一人称視点でしかできず、4から移ってきた方は、はじめちょっと戸惑うかもしれません。ちなみに、このリロードダッシュキャンセルを用いると、アサルトのヘッド、これではね、ちょっとした裏技的な充電が行えるので、まあ、よろしければこちらの動画もご覧ください。URL は概要欄に貼っておきます。他には、FPS 視点の方が、のけぞらないことがあるような気がします。まあ、あまり検証はしないんですが、敵に近接系が多く、こちらはミニガンバッシュをね、使う場合、FPS で戦った方が有利になるかもしれません。で、余談としましては、フォールアウト4ではね、こういう場所では、FPS 視点でね、輪動作ができたんですよね。もしくは TPS では、近接攻撃からのね、大攻撃。それで固有のカウンター技を出せました。まあ、今作はオンラインのためかね、カットされてしまってますね。次はバッツを絡めた TPS のフリーエイムで戦うメリットです。まあ、この拡大率の高い TPS 視点ならば、もうバッツではね、届かない場所からでも敵を狙いやすくなっています。で、敵に気づかれない位置なので、ステルスショットも決めやすく、より高いダメージを敵に与えることができます。そしてバッツを用いないため、もうアクションポイントの温存ができるので、もう敵を撃った後ね、素早くダッシュして、で、次の行動に移れるし、あとはパークのドッチーといったアクションポイントを消費するパークが生きるので、もうより硬くなってね、ヘビーガンなどで敵との撃ち合いも可能になります。また、温存したアクションポイントでの索敵をバッツ、これも行いやすいですね。で、当然ボス敵が出てきたら、溜まってるアクションポイントで、バッツのクリティカルショット、それの解放できますね。よって普段からフリーエイムで戦っていると、バッツもそれだけ活かすことができます。そしてフリーエイムは何よりも面白いという点がありますね。もう過去から現代まで銃のシューティングゲームがずっと人気なのは、これに尽きるでしょう。もうヘッドショットが決まった時はね、よしてなりますからね。で、今までは銃の威力アップといったら、バッツを絡めたものが多かったのですが、レジェンダリー効果でヒットマンというね、エイム中に威力 25% アップというものが昨年追加されたので、まあフリーエイムで遊ぶ用として、その効果がついた銃を狙うのもおすすめです。ちなみにゲームパッドで遊んでいると、フリーエイムがちょっと難しいのですが、昨年エイムアシストが実装されたので、結構狙いやすくなってますね。で、TPS 視点でのロングショットを活かすために、銃のモジュールはなるべくロングバレルを設定します。もう射程が伸びるので、遠くの敵でもね、高いダメージを与えることができます。まあ、こういう10ミリピストルでいった拳銃系でも、もう TPS 視点でね、どんどんスナイパーのように使ってしまいましょう。遠方からのペチペチ攻撃は、難易度を高くしたカスタムワールドでは、もう必須テクニックにもなっています。ただし、レーザーガンに限っては特殊で、射程を伸ばすモジュールをつけると妙な仕様なものがあるので、まあ、これはまた別の機会に紹介するかもしれません。以上から PC 版では視点変更を即行われるようなそういうキー設定にしておきましょう。私は F キーにしています。そして視野設定。これは最大120に設定するのがね、おすすめです。もう周りがね、よく見えるようになるというのと、もう移動にね、疾走感が出ます。ただし難点はこういうターミナル。この表示がね、結構小さくなってしまうという点ですね。まあこれに我慢できるかどうかとなるでしょうか。
さあ、説明は以上となります。今回は TPS 視点で戦うことによるメリットやデメリットの解説を行いましたが、実際にどういう戦い方になるかは、私が今まで出している動画で確認できますので、よろしければそれら動画をご覧ください。じゃ、というわけで今回はこれまでということで、また別の動画でお会いしましょう。